で、その上で、経過のところの二つ目ですね。第二回、遣隋使の派遣、607年ということになります。遣隋使、600年の派遣と607年の派遣、これは両方とも覚えておいてください。西暦年が必要になります。派遣されたのが、小野の妹子と。まあ、これが代表として派遣されるということですね。さあ、で、この小野の妹子ですけれど、まあ、この607年に遣隋使として派遣された時の資料の話というのが、小説日本史35ページのところですね。大業3年、その王たりし彦、使いを使わして徴工すというところ。ここからが、まあ、要は2回目の遣隋使の話ということになります。つまり、607年というのはこの大業3年を西暦変換したもの。まあ、いうことになります。まあ、ちょっといきなり資料の中身入りますけど、まあ、私が解説するんでご容赦ください。ということで、はい、よく見てください。大業3年、その王たりし彦、使いを使わして徴工す。まあ、この使いは、小野の妹子っていうことになりますよね。で、たりし彦っていうのがね、これが推古天皇を指すのか、馬宿の王子を指すのか、まあ、研究者によって、まあ、意見が分かれてるんですね。このたりし彦って言い方は男性の言い方なんで、まあ、そうするとね、推古天皇は女性ですから、まあ、そうすると馬宿の王子なのかなっていう話にもなりますけど、けどね、その王って書いてあるわけですからね、トップってことを考えれば推古天皇だろっていうふうに言う研究者もいるんで、まあ、ちょっとここは分かりにくいですけども、聞くならく、開催の菩薩天使、重ねて仏法を起こすと。聞きましたと。で、開催の菩薩天使っていうのは、これまあいろんななんかちょっと形容詞がついてますけれど、要は天使、つまり隋の煬帝のことを指します。隋の煬帝です。当時の隋の二代皇帝。で、この人がですね、仏教を結構保護してたんで、だからその開催の菩薩天使っていう言い方なんですよ。要は。あなたが仏教を大事にしているという話を聞きましたよと。わかりますよね。海の西の天使ですから。で、菩薩をつけるのは仏教を大事にしてるってことを強調したいっていうことなんでしょうけど、重ねて仏法を起こすと。要は、あなたが仏教を大事にしてるという話を聞きましたと。続きです。彼、使わして朝拝せしめ、かねて社門数十人、来たりて仏法を学ぶと。まあそういう、あなたが仏教を大事にしているという話を聞いたんで、まあ使者を派遣しましたと。で、それから合わせてお坊さん数十人、これを留学させて、いわ仏教を学ばせてください、ということですね。つまりこれは、ちょいアピなんですよ。ちょいアピっていうのはどういうことかっていうと、あなたが大事にしてる仏教、うちも大事にしてますよっていうアピールなんですよ。だから、まあ僕も身近な例だと、なんか中間試験が近くなるとですね、中学生あたりが、先生、今年ジャイアンツ調子どうなんですかとかって言って、まあ僕は巨人ファンなんで、急にこう巨人の話振ってくるやつがいるんですよ。多分その試験前にちょっとこうある程度関係を構築しておいてね、ちょっと採点を少しでも柔らかくしようっていう、まあ無駄ですけどね。あ、ちなみにはっきり言うんですけど、まあそんなことされて採点が緩むなんてことは当然ないんですけど、中学生らしい発想ですよね。まあそういうふうにこう先生の興味関心をこうみたいなところがあるわけですけれど。で、その国書に曰く。で、その使いが持ってきた、つまり小野の妹子が持ってきた国書にはこう書いてあるということですね。火いずるところの天使、章、日没するところの天使に出す、つつがなきやうんぬん。まあいうふうに書いてある。で、これに対して、て、これを見て喜ばず。まあいうふうに書いてあります。ここもまあ、いろんな説明をする人がいるんですけど、ちょっと書き出してみましょう。火いずるところの天使、章日没するところの天使に出す。で、つつがなきゃうんぬん。つつがなきゃってのは元気ですかいみたいな。で、この内容を見た、て、喜ばずですね。まあ、ちょっとこれを見てはちょっと省きますけど、喜ばず。なんでっていうことです。結構ね、これいい加減に説明しちゃってる人がいるんでちょっと言っとくんですけど、まず、ここを喜ばずをね、何なんでしょうね。まあ、こういう風に説明してる人がいるんですけど、喜ばずですからね。いや、喜ばずで激怒っていうのはちょっと言い過ぎなんちゃう？不機嫌になったぐらいじゃないですか？じゃあなんで不機嫌になるんでしょうっていうことなんですけど、まあ、まず目を引くのはここの表現ですよね。で、ここから説明する人がいるんですよ。これ、火いずるところの天使っていうのが、これ、東の天使、つまり、まあ、これ、推古天皇、まあ、少なくとも和のトップっていうことになり、で、日没するところ、日没って西ですから、日没するところの天使っていうのは、これ、おそらく煬帝のことなんでしょうけど、この波線の部分は、仏教用語です。あ、だから、これを入れないと相手にされないんだよ。なんでって。だから、仏教大好きだから。だから、これが、600年の遣隋使で学んだことなのよ。ああ、なんか仏教とか分かってないと相手にされないんだな。出直してこい、みたいなこと言われちゃうんだな。いうことで言うと、この黄色の波線の部分で不愉快になったわけではないですよ。これよくなんか説明間違ってる人がいるみたいですけど、まあ特にこれ中学の歴史の先生なのかな。なんかね、日没するっていうのが没落するって意味だ。いや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 。これただ単に仏教用語で西って意味です。
で、自分たちが日の出の勢いだみたいな。いやいや、そんな解釈成り立ちません。仏教用語ですから。じゃあなんで不機嫌になったんだ。で、よく言われてるのはここなんですね。推古天皇と隋の煬帝を天子という形で表現した。天子天子だと、これ対等になってしまう。で、これに対して、まあ、不愉快。ふざけんなよと。なんでかって言ったら、まあ、これはもう中華思想ですよね。それは中国皇帝が周辺国のトップと一緒にされたら、それは怒るでしょっていう話。で、こっから先もちょっと注意が必要なんだけど、ここからね、ここからね。推古天皇の外交は、対等外交を目指したんだみたいなこう説明っていうのが、これ山川の新日本史とか載っちゃったりしてるんだけど、あの資料っていうのは基本的にはこう前の文脈からちゃんと見ていかなきゃいけないわけよ。で、開催の菩薩天使重ねて仏法を起こすっていうふうに書いてあるんです。この開催の菩薩天使っていうこの言い方はですね、隋の煬帝を持ち上げてるんですよ、かなり。なので、多分推古朝は対等な外交は志向してないんです。で、これちなみに怒るんですよ。不機嫌になって、で、その後ね、航路系っていう、まあこれは外交担当の奴らに、万位の書、無礼なるあらば、また持って分する流れ。つまり、お前の方からちゃんと注意しとけ、みたいな。事前にこんなもん、お前検閲しとけ、みたいな。まあそういうような意味なんでしょうけど。あと、まあ詳しく経過は喋りますけど、この後もう一遍遣隋使派遣するんですよ。608年に。で、その608年に遣隋使派遣した時、また国書を当然持ってくんだけど、こっちらも当然天使でいいですよ。なんでかって言ったら、煬帝ですから。で、ここの表現を、実はこれ変えてるんですよ。で、どう変えてるかっていうと、天皇っていう風に変えてるんですね。いや、つまり、相手に、おお、まあ、ふざけんなよ。なんか不愉快だぞっていう風に言われて、次の年の国書で変えてんだから、推古朝は対等外交を目指したという風には考えてないんです。まあ、多分、まあね、一回目失敗して学んだとはいえ、学びが不十分だったんでしょうね。よく分かってなかったんで、まあ、とりあえず、まあ、天使と天使で並べて書いたかな、みたいな。で、書いたら相手に怒られちゃって、あ、ごめんなさい、みたいな。だから、608年は、こういう風に書いてあるんです。で、東京大学の大津徹っていう文学部の教授は、推古朝の外交の中で、実は天皇という称号のが、推古朝の時に生まれたんだっていうふうに説明をしています。まあ、他の研究者の中にはですね、こう、天武天皇の時から天皇っていうのを名乗るようになったんだっていう人が、まあ、主流なんですけれども、東大の大津先生ですからね、まあ、こう、やっぱ影響力のある方なんで、まあ、推古朝の時にっていう、まあ、これは山川の新日本史なんかには実は書かれている話なんで、東大を受ける人ですね、これはちょっと目を通しておいてほしいんですけど、だから、対等外交を目指したは言い過ぎなんです。ここを押さえておきたい。え、じゃあ、推古朝が目指したものは何なんですか？まあ、当然話になりますよね。まあ、天使天使で並べてね。うん。じゃあ、そこら辺をプリントで見ていきますか。対外政策というところですね。特徴のところ。中国王朝との国交再開。まあ、これはいいと思うんですね。背景は、隋による大陸の統一。それから、高句麗遠征によって東アジア情勢が緊張した。まあ、これもいいと思うんですけど。もう一つね、そのね、狙いはね、朝鮮半島情勢の改善なんです。どういうことですか？カヤを復活させたい。これが推古朝の朝鮮半島外交の基本なんですよ。先生、もうカヤってなんか560何年に滅びませんでしたっけ？うん、滅んだよ。いや、だからそれを復活させたいっていうのが日本側の意向。で、さあ、ここら辺は6世紀の外交をきちんと抑えてるんでしょうか。当時の朝鮮半島は、こうですね。で、ここが対立してますね。まあ、新羅はどの国とも対立してるっていう話はあるんですけど、まあ、少なくとも和は、クダラや高句麗とはある程度関係がいいんですけど、ところが、この新羅が隋に外交の使者を派遣して、で、これ調交してるんですよ。だから上下関係があるわけ。で、そうなると、これね、和としては、まあ、新羅をぶっ飛ばして、まあ、例えばこのカヤを復活させたいっていうふうに考えてたとしても、これに攻撃かけると、新羅が隋にヘルプミーって言った瞬間、ちょっとやばい。それはまずいっていう話になるんで、どうするかっていうことなんですけども、こっちに使者を派遣して、隋よりも新羅は下なわけじゃないですか。で、和としては何を考えてるかというと、ここで対等外交をやれば少なくとも新羅よりは上じゃないですか。で、対等外交を目指さないにしても、和は使者は派遣するんですよ。使者は派遣して、で、この後607年お返しの使者が来るんですけど、ただし、朝交はするけど、作法はされない。そういう形を取るんですよ。これは、山川の小説日本史には、これ実はちゃんと書かれてますよ。36ページを出してもらえばいいと思うんですけども、上から2行目。この時の隋への国書は、和の五王時代とは異なり、中国皇帝に親族しない形式を取り、親族しないってことは作法を受けてないってことですね。
だから、和の五王たちが、安東大将軍、和国王とかって社交されてますけど、推古天皇はされてないんですよ。だからそこが違いなんですよ。なんで、こっちは、朝貢し、作法を受けてるからです。それに対して、和は、使者は派遣して、朝貢はするかもしれないけど、作法はないよ。こっちない。ってことは、この両者を比べたときに、まあ、要は上じゃねって。で、これは、作法体制の実は一つ影響でもあるんだけれども、その作法体制ってね、中華に対して周辺国がこう、朝貢して作法を受けるとかっていうような話っていうのは、まあ、丁寧にしたんで、まあ、それは動画を見ていただくとして、このね、作法をされた国同士の、実は序列も決まるってことになるんですよ。だから、ここが1番、2番、2番、3番、3番みたいな感じで、例えばね、ここが1番偉いです、2番目はここです、みたいな形に、それは作法された称号によって決まるっていう部分があるんだけど、作法されないという形で序列を上に持っていこう。なんで？いや、新羅と対立してるから。朝鮮半島情勢をある程度優位に持っていくためにっていう、まあ、これが実は推古朝の外交の意図なんですね。まあ、まずここはきちんと押さえておきたいですね。プリントのところですね。外交方針。隋からの作法を受けず、中国皇帝に親族しない。で、ここは対比になりますね。これは東大なんかで過去も何回か出てますけれども、和の号ですね。五世紀の和の号は作法を受け、宋皇帝に親族してると。まあ、いうことです。はい。じゃあその外交方針の背景のところですが、朝鮮半島における影響力拡大を起と。未満な復興、かや復興を実現したい。敵対する新羅よりも上位に立つため、隋からの作法を受けないんだと。つまり、新羅に対する駆け引きとして、隋との外交を利用したということですね。はい。で、それから、まあ、消してしまいましたけれども、その国書ですね。非いずるところの天使、小日没するところの天使に致すっていう、あの国書に対して、隋の皇帝煬帝は喜ばず。まあ、だから不愉快になったんだけれども、一応使者を派遣してきたっていうことなんですね。廃政政と呼ばれる人物が日本に来るんですね。まあ、だから、使者が行ったんで、まあ、作法はされませんけど、お返しの使者が来て、で、ちなみにその廃政政が帰るんで、帰るときに、こう、3回目の遣隋使ってことで、また小野妹子は再び隋に行くんですね。で、その時に留学生とか留学僧っていうのがついてったっていう話は、まあ、押さえておいてほしいんだけれども、なんでじゃあその不愉快になったにもかかわらず、隋は和の相手をしたか、言ったときに、受験的に言うと、まあ、ここですね。隋と高句麗が対立していて、不愉快な国書を持ってきたからと言って、和に対してね、てめえふざけんなみたいなこと言うと、和がね、高句麗の側についてしまうから、まあ、これがちょっと気の利いた説明のように見えるんだけど、ただ、これ誤解のないように言いますけど、隋の煬帝は別に激怒はしてないから、一応言っとくけど。あくまで喜ばずだから、まあ、不愉快になった。だからま、ちょっと舌打ちぐらいですよ。だからまあ別に、その激怒したんだけど、待てよみたいな、そういう感じではないです。それはね、まあちょっと資料の読みに問題がありますよ。その、なんか隋の煬帝激怒したみたいな感じで、けど、いや、待て、みたいな、こっくりのこともあるし、みたいな。それはね、ちょっと資料解釈にだいぶ無理があります。僕が説明した、ちょっと、ち、みたいなぐらいに思ったと。まあけど、まあまあいいか、ということなんですけども、まあちょっとここの対立がね、入試に出るんで、まあ一応ちょっとここは覚えておいてもらえるといいかな、というふうに思います。で、これ607年に行って、で、廃政政がついてきて、で、608年、もう一回遣隋使が行きますよという一応流れになりますので、そこのところは押さえておいてくださいということになります。以上が推古朝のまあ改革の話のメインのところということになるんですけども、まあ一番最後のところですね、影響のところ、推古朝による仏教需要の進展。まあそれはそうですよね、隋が仏教を重視してますし、まあやっぱりこう外交をやっていく際に、まあ僧侶の存在って大きいんですよ。だから外交文書とか書くときに仏教用語とか散りばめなきゃいけないんで、まあその観点からもお坊さんをね、こうある程度受け入れた方がいいんで、ってなると、まあやっぱり仏教はどっちかというと重要視して保護していくっていうような形になりますかね。まあそこら辺の話がですね、飛鳥文化の話なんかにも関わってくるんですけども、それはまあ仏教の話ということなんで、文化史の方を学習をしてくださいということになります。はい、以上が推古朝の話ということになります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。